ご視聴ありがとうございます。この動画は、1980年代のパソコン事情、8ビット戦争、16ビット戦争を通して、パソコンの歴史を楽しむ動画です。前回からの続き、1983年から1985年に発売された主なパソコンを案内します。1983年1月、NEC PC8001M2 発表。1983年6月、NEC PC6001M2 を発表。当時流行っていた、松田聖子の天国のキッスが、デモソフトの音楽に使われていた。1983年7月、シャープ、MZ2200 発売。もう半年早く発売していたら、FM7 と対等に渡り合えた、残念なパソコン。シャープは、1982年前半まで、NEC と市場を二分していた。だが、徐々に、NEC がパソコン市場を、独走してゆくことに。独走？シャープの、MZ2200 と X1 は、性能も似通っていて、事業部が違うとはいえ、同じ会社から発売するのは、とても非効率だった。もっと早く統合して、NEC に対抗すれば、NEC の独走を防げていたかもしれないね。1983年9月、シャープ、X1、CD、発表。1983年10月、NEC、PC9801、FH、F2 発売。PC9801 シリーズの、圧倒的優位性を、決定づけたパソコンです。この頃には、NEC がパソコン市場を独走。独走？1983年11月、NEC PC8801M2 発売。1984年2月、富士通 FM11AD2 発売。1984年11月、シャープ、X1、ターボ発売。1984年12月、富士通、FM16 ベータ発表。パソコン市場の OS は、MS-DOS が主流になっていた。NEC は、MS-DOS を採用。富士通は、CPM86 を採用。この、OS の選択も、NEC の方が主流を見通すことができていた。1985年1月、NEC PC8801M2SR 発売。待ちに待ったモデルチェンジ。グラフィックが大幅に高速化。サウンドも強化。発売と同時に爆発的に売れた。ベストセラーパソコン。この頃になると、PC8801 シリーズと、
PC9801 シリーズで、市場の9割を超えるようになったんだ。1985年2月、富士通、FM77L2L4 発売。発売されるのが、1年遅すぎたパソコン。富士通は、NEC の後手後手に、回ることが多かった。1985年7月、NEC、PC9801VM2。CPU は、8086、互換の、NEC 開発の V30 を搭載。次回は、1970年末から、1985年までの、パソコン戦国史の、勢力結果をご案内します。